東でございます。はい。石川でございます。お、元気がないね。石川でございます。はい、オッケー。まあまあ、なんとなく久しぶりな気もしますが。そうですね。ね。はい、なんでしょうか、今日は。どうぞ。また違和感を感じております。はい。まあ、どっちにしろ、ちょっと見たいので、投げてみてください。はい。もう一回、はい、カメラを分かるかな、あほらもう一回投げて、はい、ほらって言って見てたから、ちゃんと見てたから、うんもう一回投げて。もう一回投げて。ちゃんと見てるで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 。なるほど、なるほど。そうですね、ちょっとじゃあこの後ろからのやつを取りたいので、一回取りましょう。はい、はい、投げてください。はい、こんな感じです。まあ本人分かってるかどうか分かんないんですけど、多分視界的なまっすぐと実際のまっすぐがずれてますよというところで、一回もう一回構えてもらっていいですか。でこれセンターのつもりね。はい、そうです。だから実際センターこっちはセンターそこです。ここです。ずれてるんですけど、多分すぐそれに合わせてもしゃあないんで、体がどんどん多分、ちょっと正面に向き出してて、はい、そうしないとまっすぐが取れなくなっちゃうので、はい、まず一旦その状態でいいんで、6のダブルに構えましょう。はい、6のダブルに構える、6のダブルに効いてくるでまっすぐ出す、それだけです。フルで狙うの、そうそう、6のダブル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 、まっすぐ。そうそう、もう一回6のダブル、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 いいよいいよ、感覚的に OK。 6のダブル、6のダブル、6のダブル、6のダブル。これ今多分また後ろから取ったら、まあ、最後またもうちょっと後ろから取るんやけど、はい、今現状、よくもう一回構えて、今現状6のダブル構えました。はい、よいしょ。わかる？ここにまっすぐを持ってきました。はい、ただこれだといつもよりこう開いてる感じがするんですね。うんうん、なので開いた状態の、ただここはまっすぐだっていうのをイメージがついたと思う。今わかるでしょ？はい、大体ね。だからこれに体をちょっと寄せていきたいんだけど、立ち位置をまず若干ちょっと、右か右に、はい、OK。 で僕前やったと思うけど、引っ張るんで、こう体が入る感じをちょっと覚えてほしいので、はい、でこの時に体がこうグッと入ってるんですね。わ、はい、かるかも。お前やめろ、はい、でちょっと、今だけでいいんで、この辺は後々自分の調整していくんやけど、ちょっとサイドにしようか、立ち方を、そう足をちょっとサイドにしましょう、はい、でこれでもう一回6のダブル、はいで6のダブル引いてブルに切る。あそうだいぶ慣れてきたんで、6のダブル、6のダブル、ブルの下っていうイメージ、もう一回投げます。そうそうそう、6のダブル、6のダブル、ブルの下。OK、OK、良くなってきた。だから、体がちょっと寄ってきたんで、はい、今度6のトリプルぐらいにする。もう一回考えて。はい。絶対。OK。まっすぐぐらいになってるんで、そのままいきましょう。はい。まだちょっとこうずれてるんで、6のトリプル、ブルの下。トリプルした。トリプルブルの下。そうそうそう。トリプルブルの下。そうそう。もう一回。縦のラインがあってきたんで、はい、かかとがセンター、はい、ダーツライブ3の20線のところにかかと、はい、で耳もその上で、耳の前にステップアップを取る。そうで、そこからまっすぐ引いてます。OK。じゃあちょっと真後ろからのさっきの映像と同じ感じで撮ってみましょう。はいということで、まあ、ちょっとこうテイクバックとかその力が乗らないって言ってたじゃないですか。動画に残ってるかどうか知らんけどっていう相談を受けて今日教えたんですけど、要は視界的なまっすぐと実際のまっすぐがもうそもそもずれてると。でそれをまあちょっとずつ整えていくのに、僕が教えているのでブルがあって、自分がまっすぐと思ってるやつがそもそもずれてるやつを体を入れるけど手は外にすることで、ここのまっすぐをまず理解して、でそれを今度自分の体に落とし込むのに少しずつ体を寄せていって作っていった、はい、あとはその力の伝え方とか、これが馴染んでからリリースとか力の伝え方とかにまた多分もともとまっすぐが取れてたから、馴染むのも早いと思うのよ。23日でできると思うんで、23日はもうこれだけやるみたいなイメージでやってからやるというところですね。という感じです。はい、どうぞ。なんでこうずれてしまったんですか？まあ単純に例えばカロズさんがついたりとか、プロライセンスが取れたりとかで。ちょっとこう入れないとか、多分ね、わかんないです、普段を知らないから入れないととか、まあ、逆にいい調子がいい時がこううまく重なったりとかすると、もうどんどん入れたくなってくるんで、自分に寄ってくるんですよね。わかる？こうやって入れたいってやるんじゃない、やるイメージあんまないでしょ。もうどんどんこうだから、いつもの立ち位置でどんどん体が正面向いて、本当だったら左側に立ってこういうふうに投げてたやつがどんどん正面を向いていって、これがまっすぐだと勘違いしてるから、テイクバックの一番耳の横っていうイメージがあるから、はい、外にずれるでねじられて出ていくみたいな。そうですね。そうこうなっちゃう。そうになってたんだと思う、はい、それをまっすぐこっちだよ、じゃあこっちに体寄せてもう一回取り直そうってやってる感じです。だから力の使い方も多分体全体でこう整っていくんで、はい、こうなってこっちだけで投げたやつがこうなって体全体で整っていくんで、まあちょっとの間それで投げたらどうかなと。あとはアレンジ、顔をちょっと寄せるのかとか、やっぱりサイドに少しオープンするのかとかっていうのは、それをベースにちょっと作っていけたらなと思います。真面目にされたで今日も。はい、ということで、ビフォーアフターを最後に見ていただいてかな、多分、終わりたいと思います。はい、さよなら。終わり方。